ウィリアム・ P ・ホビー空港はアメリカ合衆国テキサス州ヒューストン市にある空港である。ヒューストン市中心部から南東へ約1 5キロメートルのところにあり5.3平方キロメートルの敷地面積に4本の滑走路を有する。ヒューストンでは最も古い空港であり、1969年にヒューストン・インターコンチネンタル空港が共用開始するまでは ヒューストンの主要玄関口の役割を果たしていた。その後はヒューストンの第二空港として国内線やビジネスジェットや自家用機などの発着に使用されている。1940年に建設された空港ターミナルは1940エアターミナル博物館として使用されている。現在はサウスウェスト航空の主要拠点となっている。九百四十年に建設された ターミナルビルを使用した1940エアターミナル博物館ホビー空港の歴史は1927年に2.4平方キロメートルの牧草地に WT カーターフィールドと呼ばれる個人用の離着陸場として開設されたことに橋を発するブラニフ航空とイースタン航空がこの飛行場を使用したその後ヒューストン市が用地を取得し1937年から ヒューストン市営空港と命名された。その後、1938年には、ハワード・ヒューズが責任者となって、管制塔の設置などで設備を改良し、同年ハワード・アル・ヒューズ空港と解消した。しかし、当時ハワード・ヒューズが存命中であり、かつ実在の人物を命名した空港に対しては、連邦政府からの補助金交付がされないという規則があったため、空港名は再び、 ヒューストン市営空港に戻されている。1940年、ヒューストン市は新しいターミナルビルと格納庫を新設し、供用を開始した。1950年、パンアメリカン航空がヒューストンとメキシコシティを結ぶ路線を開設した。1954年には53,640の発着便と91万47人の利用者に、 対応可能な新しいターミナルビルが開設され、同年にヒューストン国際空港と改称された。1957年の公式ガイドによれば、平日の発着便の内訳は、イースタン航空が26便、ブラニフ航空が20便、コンチネンタル航空、デルタ航空、トランステキサス航空が各社とも9便、ナショナル航空が4便、パンナムが2便、 アメリカン航空が一便となっていた。各社ともニューヨークやワシントンには直行便を運航していたが、シカゴとデンバー、またはそれ以前の路線の開設はされていなかった。1957年には、KLM オランダ航空がモントリオール経由でアムステルダムから乗り入れた。これらの各社は、その後ヒューストインターコンチネンタル空港に移転し、就航を続けている。 1967年、当時のテキサス州知事のウィリアム・ P ・ホビーの名前を冠した名称に改称した。ホビー空港の拡張は困難だったため、民間航空当局は、ホビー空港が今後の航空旅行市場に不適であるとして、何年も前から移転を勧告していた。これを受けて、1969年にヒューストン・インターコンチネンタル空港が開設され、すべての航空会社は、 インターコンチネンタル空港に移転した。その後定期旅客便の発着はなかったが、1971年11月14日より、サウスウェスト航空がホビー空港発着で定期旅客便の運航を開始した。一社しか発着しない空港の利用者がどれだけあるかは未知数であったが、実際に運航すると利用客が急増した。この事象が、 サウスウェスト航空のその後の方針を決定づけるものになったと同時にその後の格安航空会社の成功の法則の一つである都市部に近い第二空港に発着する手法を生み出すことになった点で本空港の歴史上特筆される事象である2008年の空港利用者は880万人であった発着便はアメリカ国内線と出発地で 米国入国審査を済ますことのできる国際便のみである。ホビー空港ターミナル中機中のサウスウエスト航空、ボーイング737ホビー空港は、いくつかの格安航空会社を含む、航空会社7社の旅客便のほか、テキサス州からメキシコへ向かうジェネラルアビエーションの発着が行われている。インターコンチネンタル空港を拠点としているコンチネンタル航空は乗り入れていない。 2011年3月現在、サウスウエスト航空が17の搭乗口を使用し、30都市へ合計127便を運航している。JD パー主催の航空旅客満足度調査で、アメリカで顧客満足度1位の空港として、ホビー空港が2006年と2007年に選定された。2008年には2位にランクされた。 サウスウエスト航空は2005年時点で80%以上の発着便を占めており、一つの搭乗口あたりの1日の発着便数は10便である。サウスウエスト航空では、ホビー空港を拠点として維持した上で、さらに新しい市場の開発を進めている。2000年代、ホビー空港はサウスウエスト航空用の新しいコンコースの設置と滑走路令4、 22のアップグレードを含めた改良工事に着手している。2009年5月にはチケットカウンター、ロビー、手荷物引き渡し所の改良プロジェクトが発表された。ヒューストンの航空路完成センターは空港の入りで行き完成も担当している。中央コンコースホビー空港の中央コンコースには26の搭乗口があり、7つを除いてすべてサウスウエスト航空が使用している。 ターミナル設備には、異教徒のためのチャペルが設けられている。ホビーエアポートトランジットセンター芸術家の、ポール・キトルソンとカーター・エールンスとは、枝状の工業製品を材料に、テイクオフ、と題した、ステンレス製の鳥の巣のような作品を作成した。直径が30フィートあり、20フィートの高さで鉄製の幹によって支えられており、亜熱帯植物の庭園の中に浮いた状態に、 なっている。制作目的は、海沿いにあるヒューストンにおける産業の力の精神を表現するためである。ブロードウェイストリートの入り口に設置されている。発着便でのトラブルは以下の通り、ありがとうございます。